まあ、昨年優勝した時にはいつか世界選手権でも優勝したいと笑顔で語ったオブラソワだったんですが、非常に厳しい成績になってしまいました。そうですね。さあ日本の選手です。15歳初出場、太田幸那選手です。予選では B グループ第6位、ショートプログラムでも6位でした。現在総合で7位です。ショートプログラムは笑顔で終われました。要するにあのエレメンツの入ってないところの部分の表情なり、その体の使い方っていうのは非常にいいですよ。音楽に合わせた手の動きも素敵ですね。あのジャンプの確実性と、はい、そのジャンプの強さというんですか、ええ、その強弱ジャンプの中でも強弱をつけていくと彼女はずっと伸びてくると思うんですよね、ええ、立ちますね。そうですね、続いてしまいましたね。やはりあの本当にゆきなちゃんのこのスケーティングと振りを持って女のジャンプを持ってくればすごいなと思うんだけど、なるほど。15歳、太田幸那選手でした。チームリーダーの樋口さんと、それから、はい、あの高橋大輔君の先生の姿見えましたね、はい、長光歌子先生が出て、太田ももうちょっと本当にジャンプの確実性を増すとやはり楽しみですね、先が。はい、映し出されますね。そうですね。あの時には
はコーチが本当に踊ってるっていうか、リンクサイドで見てるとなかなか楽しいことがあります、ね、いやオリンピックの時に言われました、私たちも一緒になって降りてるんで、であれば成長してくると思います、でも初出場でしょ、はい、やはり3つのプログラムをこなすというのはもう大変体力のいることですし、精神的にもやはりかなりのプレッシャーだと思いますので、そうですよね、やはり初出場であればここの地は、偉かったと、はい、3秒送ってもいいと思うんですね、本当にそれほどジャンプの得意な選手でないので、それをカバーしたプログラムとかスピンとかそういうところで補っているっていうのは、やっぱり一つの方法だと思いますから、プログラム自体見ていていいものでしたよね、はいはい、得点が出ました。テクニカルメリット、技術的評価です。下 4.6 ですが一つ5点台があります。 5.3 をつけています。5点台もう一つありますね。 5.1 と 5.3、 そしてプレゼンテーションは 4.9 一つありますが、他はすべて5点台、 5.4 まで出ています。そうですね、表現力で得点のもらえる選手ですね。そうですね、ですからジャンプさえ飛べれば、はい、そのセカンドマークを上げてもらえるということで、非常にあそこの席にキスアンドクライに座った時には、ファーストマークが出た時